76対76、現在のところ2対0でございます。ラウンド9、第9ラウンドが始まりました。ここまでの採点の見解は2者がミハレス、そして1人はここまで同点だというふうに見ています。いかがですか？いや、もう同点を取ってもらってジャッジはね、はい、非常にいい見方をしていると思いますよ、僕はね。とにかくもうこれポイント差を見ましても追い上げているのは間違いないですからね。そうですね、あの2人のジャッジはやっぱりそのテクニックというかね、はい、ちょっと見栄えをやっぱ取ってるんですよね、はい、長谷川さん、はい、どうですか川島の追い上げ？そうですね、ここまで自分の採点では今同点なので、はい、もうあとこの4ラウンド全部のラウンド倒しに行ってほしいですね。前回は1ポイントに泣いた川島ですから、その悔しさというのはね、あれでしょう、はい、あれでしょうからね、その悔しさを思い出して、はい、バンバン行ってほしいです。ああ、ナイス川島宇宙、うん、チャンピオンも返す、前に出ます。いい試合になってますね、本当に打ち合いの試合ですね。この打ち合いの中にチャンスがあります、川島、はい、左のボディから顔面へ、ミアレスも細かいパンチ、速射砲のように軽快ではありますが、そのパンチを叩き込んできます。アッパーを2つ出しました川島、頭をつけます。大和魂のボクシング侍がこのメキシコのラテンボーイを、そのベビーフェイスを打ち砕く、その瞬間はいつ来るのか。そうですね、こういうの右のダブル、はい、軽いフックでもいいですが、右フック欲しいですよね、はい、チャンピオンの足が止まります。チャンピオンの足が止まる、上体を揺すりながらなんとかそのパンチをかいくぐろうというところで、川島の右、チャンピオンの左頬を捉えます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンとチャンピオンらしい連打が出てきます。パンチはね、軽いんですけど、見栄えがね、やっぱいいですよ ね、やっぱこれだけ手が出ますとね、ポイントの取り方うまいですよね。なんていうんですかね、長谷川さん、はい、勝つボクシングというよりは負けないボクシングというような ね、抑えるところを知ってますね、はい。八重樫さん、はい、八重樫さんはこのミハレスをどう見た、連打連打連打、相打ちでいいんですよ。そうですね、八重樫さんはどう見てますか、ミハレスを。いや、そうですね、やっぱりでも少しずつ弱ってきてると思うんで、はい、どんどんどんしつこくしつこくいってほしいですね。川島は驚異的なスタミナの持ち主であります。前回だけはもうボクシング人生特別だったというスタミナ切れ。川島の左から右、ガードを固めて、ここはみんなブロックしています。ちょっとガードの間からパンチ入ってきた、右、左のアッパー、右のボディアッパー、川島、左はヘッドスリップ、川島ダッキング、左右のボディボディ、ここは我慢の主導ですね。この苦しいところをこらえきるために、その1ポイント差のために食いしばって練習を積んできました。ここはやっぱチャンピオンになるかならないか、はい、ここで頑張らないとね。ボディボディ、ここ顔面へ右のフック入りました。サイさん、このパンチは捉えています。左のオーバーハンド、大きなパンチではありますが、ただ前回ほど体が流れることはありません。しっかりと修正されています。さあ、ここまでどうですか川島の戦いは。いや、前回よりもやっぱりいいですよね、やっぱミハレスのこと研究して、やっぱボディ、顔面打ち分けてますよね、はい、もう一度改めてお伺いしますが、この終盤に向けてチャンス、ポイント、あるいは突破口、どの辺になるでしょうか。やっぱ川島が打った後、必ずミハレスを打ち返してくるんですね、はい、そこにやっぱり相打ちのパンチをもう一発ミハレス欲しいですよね。そのパンチというのは何かあるんですか。やっぱり左アッパーに出して左フック、はい、やっぱそれが一番いいとは思いますね、はい、ノーガードなんでね。川島の鉄の拳が何度となくチャンピオンの顔面を捉えています。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、川島の返り咲きなるか。川島の返り咲きか、ミハレスが返り討ちか、因縁のリターンマッチ、リマッチとなりました。この試合はいよいよ終盤の第10ラウンドに入りました。島田さん、はい、青コーナーですかね、大橋会長がやはり8ラウンドでの採点の結果を踏まえてですね、もうあと3つ全部取るしかないなと、はい、行かせるしかないなというふうな指示を出してますね、はい、前に出る川島、どんどん行きたいですね、もう、うん、とにかく前に出るのが川島の持ち味でもあります。向かっていかなきゃ気が済まない、自分のボクシングスタイルをそう語りました。この川島、川島だい、スリップ、いやスリップ、実は川島もまだ生涯ダウンしたことがあります。右を戻った、
今どうですか、どうですか、ちょっとパンチをまとめられている。ちょっとここは返したいですね。川島こらえろ、川島こらえろ、チャンピオン構成、チャンピオン構成に出る、返したいですね、パンチ。川島こらえろ、止めた、止められました。ミハレス防衛、最大のライバルに返り討ち。若きチャンピオン、ボクシング王国の牙城を守りました。川島勝茂、返り咲きにならず。侍の夢は有明の海に流されました。マッチの川島もその思いは届きませんでした。食いしばって立ち続けたこの最後のコーナーでありましたが、連打でありましたが、マイク・オルテガレフェリーに最後止められました。苦しいところですが、ちょっと早かったかなと思いますが。